はい、どうも、ぐっさんです。それでは、信長の野望、想像続きプレイしていきたいと思います。ですね、ちょっとね、本当に取りだめしまくっとったんで、セーブデータ見たらね、2月21日からプレイしてます。なので、戦況をもう一度確認しておこうと。で、まあ、あれですね、いよいよ織田とのラストバトルでございますが、ラスボスなんでね。上杉は滅びたか。あ、いや、まだ上杉はまだ滅びてない。から、あれか。どこまで行ってんのかな。亀山を、そうです。亀山落とし、亀山と音羽。音羽城でいいかな、これ。音羽城やな。音羽城。ここを落としに行ってんですね。ただ、相手もなかなかね、盛大に来てますので。独占は、なかなか免れんかなと。ここやな、ここ。抜け道使ってくるからな。あとは、内政は終わってるかな。内政終わってる。でですね、なんか下妻雷電とかを使ってほしいとかいう話があったんで、下妻雷電なぁ、雷電、牽牛あたりを使ってほしいっていうことだったんですけどね。牽牛を若干左遷気味で、飛ばして持てるからな。牽牛一体どこにおったっけかな。牽牛雷電ってどこにおったみたいな。家臣。前は、とりあえず今は 置いといて、まずは時間進めますか。まあ多分時間進めれる状態にはしてるはず。なんで、ちょっと一旦時間を進めよう。大丈夫かな？ここはいけるかな？いけそうやな。助太刀いたす。加勢いたします。我らに打てぬ敵はありません。で、一旦引くかな。起乗するぞ。待機せよ。加勢しよう。もう一回ぐらい島津。島津義弘、ああ、これだ、官兵衛が。こうか。で、これも騎乗かな。戻ります。竜蔵寺は騎乗して、せやな。ここも、久保田さんも騎乗して、ね。騎乗します。これちょっと待った。なんかえらいことになったよ。大丈夫かね。ああ、武将がおれへん。大丈夫かいな。伊賀上野から。あ、ちょっと待った。どう出すかな。配属、あ、配属できない。助太刀いたしますぞ。止まれ。やばいな、これ。大丈夫か。こんだけ抑え込まれてたら、ちょっとやばいかな。一旦ちょっと引くか。承知いたしました。一旦引くぜ。で、島さんは、こっちで、
観音寺に行って、あとは、のちせやまであってるな。あ、四季三条ちゃうわな。誰を出す？出せるのも少ないな、おもちゃんとか。いざ参ろう！高屋あたりから舞台出したいけど、ちょっときついな。長野なんかちょっとやばくないか、これ大丈夫かな。我らに打てぬ敵はありません。敵将捕らえました。やっぱり我が王の城包囲されました。タイミングで。伊賀上野にもおれへんからな。ちょっと待った。敵に城を奪われました。やられたな、やられた。ちょっと待った、久々にちょっと城を取られた。じゃ攻め込んでくるな、こいつら。どうしたもんかねこれ。これが戦の作法よ。いやもう絶対にこいつら。信長め、覚えとけよ。ああ病にかかってるか。アザイ、花房、見切りか。いろいろ覚えてんな。はいはい。ご命令を報告いたす。ご詰めも先月の終始です。報告いたす。で、とりあえず内政しますか。よいしょ。で、次が阿波川か。阿波川どうしよう。配属、阿波川観音寺食？ちょっとなあ、いいなおとら、いいなおとらおってんなあ。で、姫路もちょっとあれか。どうしようかな。こんだけの軍勢が押し寄せてきてるとな。配属。とりあえずは、小谷からは移動させたから、とは、あと移動させれそうなところ、どこある？最下からちょっと移動させますかい？
サイカからちょっと移動させるかな。サイカも普段あんま使ってないからな。よし、サイカから移動させたら OK かな。で、長野、ここはちゃんと取っとかなあかんかったわ。失敗した、クソが。よし、整備はいいか。家宝、まあまあ大丈夫やろ。あー、とりあえずは大丈夫かな。大丈夫ではないけど大丈夫ということにしておきたいわ。羊、ヤギウさん、レールどうするか。ちょっと出てくれ。とりあえずは観音寺まで行ってくれるか。いや、ちょっと待った、観音寺じゃなくてちょっと造園に御詰めとして行ってくれ。で、ここもちょっとあれか。一回ちょっと伊賀上の地に行って、高屋からもちょっと兵力割くか。我が戦お見せしましょう。高屋から一旦ちょっと兵力を割こうかな。ご詰め、ご詰めっといた方がいいっしょ。で、鈴木もちょっと出るとするか。送るか。ご詰めバンバン出しと。で、いいかな。とりあえず岸和田どうすっかな。岸和田もうちょい貯めるか。で、OK かな。とりあえずこれで一旦時間を進めましょう。止まれ。遊びは終わりだ。敵将、捕獲した。助け立ちいたす。止まれ。どういう、ちょっと待てよ。ここはたらいいんじゃね。で、どうする、こう一旦引いた方がいいか。いや、まだ引く必要はない。よし、で、とりあえずは、内政、あ、ちゃうわ。時間を一旦進めますか。強気に出てきたな。やばいな。我が領内に敵が迫っております。伊賀上野城、
そんな無理に決まっていい。加勢します。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。待機せよ。待機せよ。加勢いたします。結構減るね。結構削られてまんな。ちょっと減りすぎやな。削られすぎやけど、物量でなんとか押し切れんかな。非常しよう。一旦戻って、あとはシワだからもコズメって。あ、そう。ああ。手柄を立てよ。シワだからもコズメって。あ、そう、やさげやな。で、こっちはとりあえずは取れたと。音は占領できたから、まあ OK かな。あとはこの信長部隊やな。これをなんとかせんことにはちょっとやばいな。強撃にした方がいいんやろうけど、その強撃にできるほどの舞台もないしな。どうしよう。どうしたものか。それか、まあでも終わってそうやもんな。感じでいったら。立花どうす、ここすごいね、やっぱり。出陣する。出すか、ここ。4000ほどしかおれへんけど。立花どうせとかおるからな。で、もっと早めに出しておけばよかった。攻撃にならんというのはね、ちょっと一個ネックやけど、まあしゃあないか。攻撃にする方がいいんかな、やっぱり。まあそうだわな、やっぱり普通に考えて。先月の終始です。報告いたす。 OKOK。 浪人がおる。どうよしよう。どんな人。大したことないか。
あとは大丈夫かな。はい、と言いたいとこなんですけど、ちょっとそろそろね、時間がいい時間もうかれこれ40分ぐらいやってるんで、そろそろ一旦切ろうかなと思っております。はい、申し訳ない、ちょっと厳しいかな。今の流れじゃこういけないっていうのがね、辛くてこうはいけないんですよ。よし、ね、ここなんか道あるくせにうまいこと使えないというね、すごい辛いところなんですけど、整備、この辺も整備もできないですからね、仕方ないなと思うんですけど。はい、ということで今回の動画なんですけど、この辺りで一旦終わりましょう。あんまり進んでないんですけど、それではまた次回の動画もよろしければ見に来てください。よろしければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。